ビッグ4時代の休日ちゃんと取れてますか？そうですね、ビッグ4時代僕はデロイトトーマツコンサルティングっていうところ7年ぐらいやってたんですけど、基本的に休日は取れてます。特に後半、僕が入社したのが2014年、 DTC 入社が2014年だったんですけど、その頃は結構まあ激しい働き方をまだしてましたね。でもその世の中働き方改革の流れっていうのが無視できなくなってきて、2014年に入ってなんかめちゃくちゃ大変だったんですよ。深夜3時とかからレビューが始まるとか、そういうのがザラにやってた時代に入社して、これに俺はついていかなきゃいけねえっつって、まあすごい頑張ってたんですけど、それに馴染んだ頃に働き方改革とかやり始めて、2015年以降はどん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 こう働き方がちゃんとなっていったって感じで、まあ後半はだから土日とかはちゃんと休めるって感じでしたね。デロイト金髪 OK じゃないですよもう僕辞めてるんで、去年辞めたんで、かれこれ10年ぐらい黒髪でデロイトの看板に傷をつけないようにもうちゃんとした社会人としてやってきたので、その反動でまあデロイトを辞めた瞬間金髪にするっていう、デロイトで金髪にしてたらちょっと呼び出されると思います。はい。